日本相撲協会の役員以外の親方衆で構成される年寄り会は28日、エディオンアリーナ大阪で臨時の総会を開いた。元横綱春馬富士関の傷害事件以降、協会に反発する言動を続けた貴乃花親方、元横綱が、説明を受け、年寄り会としては貴乃花親方への処分は理事会に一任することを決めた。総会を終えた錦戸会長、元関脇水戸泉は、協会の話と食い違う内容や無断欠勤などいろいろあったので、何か理由があるのだろうとこういう機会を設けさせていただいた。本人からは反省してこのようなことはしないとの言葉をもらった。処分については、理事会にお任せします、と話した。当初は、解雇に相当する契約解除を含めた厳罰要求を年寄り会として決議する可能性も見込まれていた。